味しそうだな。店長、これ食べたいです。え？これ食べたいです。これですか？はい。絶対食べたいです。食べたいですか？はい、食べたいです。私これが食べたいです。確かに食べたい。どうする？行きますか。行くか。行きましょう。行こう。はい。おはようございます。アジが食べたいというリクエストがございましたので、本日はアジ釣りに挑戦してみたいと思います。今回は深川吉野家さんにお邪魔したいと思っています。現在朝の4時半です。果たしてここからどれくらいで着くのか、みんなにアジを振る舞えるのか、頑張っていきたいと思います。では今から出発です。はい、船宿に到着しました。今の時刻は5時半です。もう土浦店から1時間ぐらいで着いちゃいました。鹿島行くより早いですね。ではこれからアジ釣りに挑戦してみたいと思います。はい、無事挑戦して準備ができました。僕が今日使う竿は、アナリスタライトゲーム64-190 です。一番柔らかいモデルですので、せっかくかかった美味しいアジをバラさないためにこの竿をチョイスしました。はい、私が使うタックルは、ダイワさんのリーディング、ライトゲームの 64-195 ですね。ライトアジには一番ドンピシャな竿になります。でリールがカウンター付きではないんですけど、船 XT の、150-HL、この150サイズが使いやすいのでこちらにしました。で糸は、P ラインの 1.5 を使ってます。天秤が、サニー庄司さんのハイブリッド天秤、これですね。ここが柔らかいんでバラシが少なくていい天秤なんです。これでこちらがまあヤマリアさんのピシカ号です。こちら重さは40号、まあ、ライトアジといえば40号を使うんでこれにしてます。仕掛けがなんですけど、僕はこのササメさんのライトアジ仕掛けですね。で一番無難な針の大きさが、9号で、で六つ針の使ってます。でハリスが 1.5号、ミキート 1.5号、一番ライトアジではオーソドックな仕掛け、これ2本針になってますんでこれを使います。はい、そしたらですね、僕の方はですね、こちらバーチカルコンタクトアジック、略してバチコンでやってみたいと思います。本当は専用タックルあればいいんですけど、僕みたいに、掛け調子のタイラバロットだったりキプラン用ロットでも、バチコンできますので、皆さんもぜひチャレンジしてみてください。で仕掛けの方はですね、こちらダイワさんの月下美人、こちらのバチコンのセットを使っていきたいと思います。でもしバチコンする際ですね、金子船長さんの確認取ってからやってください。無事出船しました。なんか茨城の船釣りでは考えられないような都会な雰囲気ですね。ここから海に出るまでずっとこんな都会な雰囲気が続くみたいですよ。変な感じ。じゃあ、ライトアジの釣り方解説したいと思います。ではまずこのフィシカゴを開けてもらって、中にですねこのイワシのミンチを入れます。でまあ8割ぐらいですね、カゴ8割ぐらい入れたら、カゴの蓋閉じて、で竿を持って、まずあの針を下先に置いてから、次に天秤がね、天秤を置いて、クラッチ切って、そこまで沈めます。で今着地しましたんで、今日アジのいる棚が2メーターぐらいなんで、まず1メーター巻きます。1メーター巻いて、巻いたらとりあえず確かに2回コマセを巻きます。で巻いたらもう1メーター巻いて1回巻く。でここの状態で待ちます。
当たるとサオサギがこう震えたりとかクンクンって当たりが伝わってくるので、それで軽く合わせてあげるのがライトアジの釣り方です。でコマセを巻く、回数なんですけど、今1セットやったんですけど、もう1回落として、でまあさっきと同じ動作、1メーター巻いて2回巻いて、でもう1メーター巻いたところで、はい、で今2セット目なんですけど、これでもうだいたいカゴなくなってくるんで、これでまあ当たりやすぎなかったら回収って形です。まあ、5秒から10秒くらい待って、当たらなければ回収が目安でいいと思います。はい、そしたらですね、バチコンの釣り方を紹介していきたいと思います。じゃあ今からちょっと軽く実践していきますね。まず軽く投げて、リグを落としていきます。で着底したらまず軽く張ってゼロテンション、まあ穂先は軽く曲がった状態で重りがボトムについた状態を維持します。でこの時に基本的に当たりが出ます。で当たりが出なかったら一回持ち上げてゆっくり落としていく。でまたゼロテンションを作ってあげてアジの当たりを待つ。でこれが基本の動作になります。で他バリエーションとしてはですね、持ち上げた際にですねシェイクしながら持ち上げる、で下ろす時もシェイクしながら落としていくだったりとか、あとは持ち上げてゆっくりゆっくり落としていく。でですね、当たりがない時はですねこちらですね、こちらリーダーの長さを変えてあげたり、ワームの色を変えてあげたりすることで当たりも出ることもありますので、皆さんぜひ、実践してみてください。こんな感じで釣れました。これアジフライにすると美味しいですよ。バチコンで一匹釣れてくれました。イエーイ。ゆろうくんバチコンでヒットですね。すごい。おお。バチコンアジフ2匹目、ちょっとサイズはちっちゃいんですが気持ちいい当たり出てくれました。おお、引く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 、おお、良さそう。はい、おい、いいサイズ。よっしゃ。魚見して、持ちパクらった今度は。お、来た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 。今のはねめっちゃ綺麗な当たりだった。お、トリプルヒットこれ。よし、
へえ、みんなトリプルヒットか。そこにつきまして、決めたので止めます。これは来たでしょ。バッチリだね。バッチリかかってるね、これはね。ほーら。見て見て見て。ダブル。あ、こっちだ。ダブル来ましたね。これの鳥。ちょっと待って、こんなことある？はい、お疲れ様でした。今日はですね、まあ午前中ちょっと食いが渋くて後半から連れてくる感じだったんですけど、でも皆さん連れてよかったですね。リオさん、バチコンはどうでしたか？ちょっとね、やっぱり前半戦かなり苦労してですね、なかなかバイトが出なくて辛かったんですけど、まあ後半本当に最後の最後バタバタって連れてくれて、しかもサイズも出てくれたんで、今回結構満足ですね。はい、まあ、とにかく釣れて楽しめたので良かったと思いますですね。釣ったアジは、後日さばいて皆さんに振る舞いましょう。今日はお疲れ様でした。はい、じゃあ釣ったアジをさばいていきたいと思います。はい、それでは、先日釣ったアジをねさばいていきたいと思います。まあ、まだ海水過ぎてるんでね、いろんな菌をね除く前に水で洗いたいと思います。それではこのアジをさばいていきますね。まずですね、この胸びれから斜めに包丁を入れていきますね。はい、そしたらお腹を開いていきます。この時に内臓を出しますね。で、血合いの部分をねちょっと包丁を軽くこう入れてもらって、取るまでに洗っていきます。はい、こんな感じでね、きれいに塗ったらもうこれからさばいていきます。じゃあ、中洗い終わりましたのでね、でこう背中から開いたりするんですけど、アジ小さいんでね、ここから一気にいっちゃいますね。骨に沿って包丁を入れていきます。裏側も同じように骨に沿って包丁を、骨あたりに手の方を気をつけます。小さい魚なんでね、このさばき方でもあんまシミが残らずきれいに取れますからね。はい、そしたら、この腹骨をねついていきますね。はい、こちらも同じように腹骨をついていきます。そしたらね、皮を引いて、この骨をですね、真ん中に骨があるんですけど、毛抜きとかで抜くんですけど、まあ魚小さいんでね、どんどんカットしちゃいましょう。部分もカットしちゃう。はい、もうこれで骨がない、このままお刺身でも食べられる身だけになりますね。今回ね、なめろうを作ってきますんで、まあこの身の綺麗さにはこだわってません。叩いちゃいますからね。はい、こんな感じで1匹さばき終わりました。はい、じゃあさばき終わりましたんで、これをねなめろうにしていきます。まずね、軽くこう細かく切っちゃいましょう。最後叩くんですけどね、細かい方が後でほぐせれやすいんで、ネギ、生姜、本当は刻んだ方がいいんですけど、めんどくさい場合はね、
中でしょう。最後にお味噌。そしたらこれをうまく叩いていきます。これね、好みによってね、あの粗めの方がいい人と、つみれみたいにこうね、好きな人と分かりますけど、それはお好みで、ね、よし、こんなもんでいいでしょう。そしたら盛り付けていきます。どさっと、あ、うまそう。アジのなめろうの完成です。じゃあ次はお待ちかね南蛮漬けを作っていきます。すでにさばいたアジありますね。ちょっとね、あの食べやすいように細かく、ここでも全部取ってありますね。ここに片栗粉を入れていきますね。こんな感じでいいかな。しっかり締めてね、シャッフルしていきます。まんべんなくね、あの魚に片栗粉作るように。はい、こんな感じで OK です。はい、それでは、あったかいですね、火かけましたので鍋を乗せて油を入れていきます。はい、こんなもんでいいでしょう。はい、じゃあ油が温まってきたのでアジを入れていきたいと思います。事前にね、うちであの漬けだれを作ってきましたんで、中に人参と玉ねぎ、ピーマンが入ってます。開けていきます。くっつかないようにね、こう間開けて入れていきましょう。いいかな。はい、じゃあ、そろそろね、いい感じに上がってきたんで、このまま食べたい気持ちもあるんですけど、これをね、昨日作った漬けだれの中に入れていきます。そのままダイレクトにどんどん入れていきます。はい、また次も入れていきます。どんどん入れていきましょう。本当はね、この衣をね、すくうやつがあるんですけど、さすがにごめんなさい、今日持ってきてないですねいい感じに上がってるな。見てない間につまみ食いしちゃおうかな。唐揚げだけでもうまそう。いただきます。ふは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 ふ、とろっとろ、うまっ。はい、じゃあ入れていきます。で、ここね、よくあの衣にタレが染み込むようにね、混ぜてあげます。染み込んだものからちょっと盛り付けていきましょう。はい、それではアジの南蛮漬けの完成です。野崎さん、念願のアジの南蛮漬け作りましたまずね、今日写真作ったなめろうから食べてみてください。どうぞ。キャスティングから夢見る釣り、釣りの相談してみよう。美味しい、美味しい。作った甲斐があったよ。じゃあ次、念願の南蛮漬け行ってみようか。うん、いいですか。めちゃくちゃ美味しいです。ビール欲しくなるでしょう。んだよね。でもこれから仕事だからダメだからね。はい、ということでね、アジってね、いろんな料理で楽しむことができます。皆さんもね、楽しく釣って美味しく食べちゃいましょう。